はい、おはようございます。トミーです。ワンデーワンエクササイズのお時間です。今日は横腹を使っていきましょう。はい、床使っていきます。床に寝っ転がります。はい、で少し膝を曲げて寝っ転がります。でそこでよいしょよいしょ。でそこからこの足ですね、足にタッチする感じで起き上がる戻る起き上がる戻る起き上がる戻る。でこの手の力は使ってあげてください。手の力は手でアシストして起き上がる戻るっていう形ですね。でこっちの足も少し上げるって感じで大丈夫です。少しこっちもここが真ん中で折れるって感じですね。パカってパカって折れるって感じで。はい、反対。腰、体の真ん中を中心にしてパカッて折れるって感じです。下半身と上半身が。おで手でアシストしてあげてください。お1、2、3、4。 OK。 じゃあですね、5回5回一緒にやってみましょう。可能な方はいきます。柔らかい下ですね、下柔らかいところでやってあげてください。いきます、せーの、1、2、3、4、5。 OK、 反対、よいしょ。いきます、せーの、1、2、3、4、5。 OK。 はい、はい。じゃあ今日はですね、ちょっとハードでしたが、体の横ですね、あんまりここ使った運動っていうのはないので、たまにはこういった横の運動もいいかなと思います。はい、じゃあ5回をですね、2セット、左右2セット朝晩やってみましょう。見た目よりこれはきついです。はい、では今日は気持ちのいい日曜、天気いいですね。ではチャンネル登録お願いします。バイバイ。ほっ。